シクロテトラメチレンテトラニトラミンは HMX、オクトーゲンとも呼ばれる爆薬の一種。HMX の語源はハイメルティングエクスプローシブ、ハーマジェスティーエス、エクスプローシブ、ハイベロシティーミリタリーエクスプローシブ、ハイモレキュラーウェイト RDX と諸説ある。RDX に類似した N ニトロ化合物で爆発性を持つ。 工業的に生産されている爆薬としては、ヘキサニトロヘキサーザイソールチタンに次ぐ威力で、主に隠し軍用作薬として使われる。プラスチック爆薬の成分とされる。TNT を25%混ぜて、強トールさせ、有点を下げて、要点可能にしたものを、オクトールと称する。ヘキサメチレンテトラミンを無水作産で処理後、窒素状を2段階で、ニトロ化して得られる。 生成する RDX と HMX の混合物は溶解度の差を利用して分離される。HMX の収量は RDX より少なく、言うなれば HMX は無水作産法における RDX の副産物である。RDX より威力が高いが収量は少ないため、これが価格に反映され RDX より高価になる。1kg あたり。 1> 約1万円であり、RDX が 1kg あたり1000円なのと比べると高い。そのため重量の制約が大きいミサイルや成型策薬に用いられる。ありがとうございます。